皆さん見てください、この画面。私、間違い探しをですねちょっと作ってみたんですよ。はい、どうもピオキングです。今日はですねトロールコースやっていきますか。で、今日のトロールコースはですね、久しぶりに 3D のトロールコースですね。そして説明文をねちょっと見てほしいんですけど、全然意味はわかりませんけどね、車っていうのはね合ってると思うまあ車をどうにかしていくみたいで、やっぱりか、この車をどうにかね駆使しながら行く感じじゃないかな。もう積んでんじゃねえかー、車に気をつけろ的な感じかな。なんでここは車が来る前に右に行こうか。あれね、それではここはジャンプしてまいります。ここ難しそうだね、このコース。じゃあここでドアに入って、次は右、ナイス、危ねでキノコはいるでしょう、きっとこっちに戻ってきてくんないかな。それじゃあここは右に行こう。でここでキノコ取れる。そしてこのままね右に行って、箱があるね。で左上は、左上は何もないね。なんでこの箱を持って、あっ、うわビビったいや引っかからんかったね。でこのまま上に行くと見せかけて、ここを左に行けばいい。いや何も変わんないのか。なんで上行きます。箱持ったままでいいよねきっと。でここで箱置けばいい、そういう感じでしょ。来ました。いや今日冴えてた。これはいや、オッケー、中間ポイント取れたからね、多分オッケーだと思うんですけど、ここはさ下行くと見せかけて上行くんじゃない。でクリボーを捨てるみたいな、そんで右来た今日はいい感じだね。結構難しいステージだと思うんですけど、なかなかいい感じだと思います。でこのまま右、さてここでオンオフしてすぐ上に逃げようか。左上に逃げるね。はい、あれなんだこれじゃあオンオフをして、あ、ここでヒップドロップする感じね。なんでよそれはずるいよ。それじゃあここはオンオフをして上に、いや、なんか箱が出てきたね。この箱で右に行くみたいな。でここの右側でヒップドロップ、オッケー。で土管に入る。いやこれだね、ちょっとゆっくり行こうかうわこれどうしよう、ここでプロペラ取っていいのかな。プロペラ取ったらさ箱持てるのかな。いややっぱそうなるよね。ピーパン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 ピー。そんじゃ次はジャンプしていってみようか。このプロペラを取らんようにジャンプしていこう。来た来たね、ここジャンプできるんだ、ギリギリで。え、そんなんの。じゃあこの箱持っていこう。この箱持って、うわ正解っぽくない。でここで箱を落とす。いや違う、この上のつららんとこに投げてみようか。ほい、あ、これでいける。よし、で右、うわなんかまずい音がしたね。大丈夫かな。ここは右ダッシュしていける感じだね。で中間ポイントゲット。いや取っていいのかなこれ。多分取っていいよね。多分あのカートにビビってジャンプした人がね負けみたいな感じだね。うわここはなんでこんなとこに戻ってくんだよいやでもさ、さっきと違うパターンじゃないこれ。いや多分そうだね。だからやられていい感じだね。だからここ入ってすぐ右、オッケー。でほらほらほら来た。いやこれは読んだ。そこまで読めないよ。ここはバブルが行ったらすぐドアに入ります。うわ今日はねなかなか調子がいい感じだね。でここでパン持って右、オッケー。やっぱねさっきとオンオフが変わってるんだよねじゃあここキノコ取ったらいけないのかな。キノコ取ったらいけなくて、でバネに上がってどんどんキノコ上げていくでしょ。そしてパンも落としてドアに入る感じ、これが正解だね。いやこういう 3D のね、ちょっと待ってね。いやこういう 3D のさ、なんていうの、ギミック、まだ全然わかんないんだけど、箱イコール鍵、下の箱が鍵なのかな。これは投げるしかない。はい、オッケー。でこのまま上に上がろっか。よし、そしてね鍵のドアがどっかあるんでしょうきっと。いやドアどこもないやんか。この右下にね、あれ、あれがあるんですよ、箱が。だからここが鍵、オッケー。で上に入れるのかな。いややっぱそうじゃんね、こっちで合ってたね。
いやちょっとおかしいやんか。ここキノコ取っていかないけんっぽいね。キノコ取ってさらにパワーブロックで鍵を手に入れて上に行く。多分これで次のね場面に進めると思う。オッケー。なんでこのワープブロック入ったらすぐ右に行ってカートに乗ろう。今度はカートに乗らないけん感じだね。乗って下に行く。いや来た。でここでどうすればいいんだろうね。カートに乗ったまま上に行くのかな。行けるかちょっと試してみていい？いや多分無理だねこれ。一旦左に行ってカート壊さないかんぽい。はい、オッケー。で、いや壊れるでしょ。でここで左に行ってどうしよう。うわ怖え。このノス何もしないのかな。何もしないね。だからここでオーフを変えてドスゾン倒す。でなんかスクルと思った絶対もう。テレテテテじゃねえんだよ。お前がボスなんだよ。オンオフをしてすぐ左に行く。よっしょっけ。うわギリギリ設計だなこれ。あんな絶対無理やんか。待ってこれは待って、ちょっと待ってね。ここはいやここでバネ追って左でいい。そうこれが正解だね。でジャンプ。いやうまい。で、ここも？あれ？なんで出れないの？なんで？カート捨てていけってことかな？一回カート捨てていくね。多分これでいけると思う。よし、オッケー。で、左上か右下かめちゃくちゃ悩ましいね、これ。なんで、右下行こう、最初に。オッケー。うわ、あと一回しかない、余力が。あと一回しかないけど、いけるはず。なんでそうなんの？これ絶対上行けないパターンでしょ？分かってんだよそんなことは。うわーどうしやいのこれは。なんて書いてるのさあ、ぬぬもう分かんねえって。英語はもう英語で書くな。日本語で書け。リフレッシングレベル。いやちょっと待ってください。これ一番最初に戻るパターンじゃないの。リフレッシュでしょ。でここはホールドナッシング。何？ホールドナッシング。何も死んだってこと？いや、多分そんな感じだね。いや、いい、いいよ。多分これ、あれじゃない？このままゴール連れてってくれるパターンじゃない？いや、絶対そうだよ、これ。いや、で、無理やりさ、ゴールさせないで、この演出を多分見せたかったんだよ、きっと。いや、絶対そうだな。見せたがりだね、制作者も。全部見てあげようじゃん、みんな。なんでこっから動かないけんの。いや、せめて最後までさ。ちゃんとゴールさせるところまでさ、何もしないでさ。ねえ、わかる？もう、何が言いたいかわかるっしょ。で、ここで上に行こう。いや、違う、下だね。なんか影のブロックあったけど。で、ここで、まあ、ゴールでしょ、これ。絶対ゴールだよね。なーに。なんだのよ、これ。赤と青変えてみよっか。こうして、右に行ったら何か変わってるんじゃないの。ほらほらほら。これで、カインド。優しい。カインドって優しいとかじゃなかったっけ、意味。いやだ、もうゴールしたっていうことでここでやめていいですか皆さん。ということでご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン。あ、待って、ここなんかいけるようになってるんだよね。ここはもう、いやそろそろだよ。もういい加減にしてください。いや面白いんだけど。いやこれはもう完全にゴールだね。左に行こう。もう嫌だー、もう嫌だ。待って、ここでやられて、まださっきのところからみたいな。絶対この方あれだよ、ド S だよ。ド M のピオキングにはちょうどいいってコメントで書かないでね。僕ド M じゃないって。さて来ました、こっからだね。こっからうまい具合にジャンプして、ほい、よっしゃ。いやー楽しかったね、久しぶりにゼリード。もうなんて言ったかわかんないんですけど、久しぶりの 3D コースは楽しかったって言いたかったんですよ。いやー、このコースはね、最後にね、なかなかゴールさせてくれてないっていうね、鬼畜みたいなコースでしたけれども、この方ね、3GOOD5U っていう方かな、トロールコースをね、確か結構作ってるんですよ。しかもね、
いろんなコースがね、確かクオリティ高かった気がするんだよね。ちょっと見てみよっか。ほらほら、結構ね、あるんですよ。あの投稿したあのトロールコースっていうのは、そんななかったな。で、次のこのコースなんですけど、まあトロールじゃないよね、きっと。1の1になんかファイヤーバーがめちゃくちゃ設置されてるっぽいんだよね。あのファイヤーバーをね、どんどん避けながらゴールを目指すっていう形なんでしょうけど、ちょっと待ってくださいね。これは50秒しかないのか。そしてアイテム欲しいよね、これ。アイテムない感じ、ここ。いや、でも意外と簡単っぽいね。なんか見た目以上にね、簡単かもしんない。最速クリアはね、16秒でクリアしてるんだよね。っていうことは多分、これさ、走っていったらどんどん行けるパターンじゃないの？中間ポイント、あ、中間ポイントじゃね、4つ目の土管もやっぱ入れないよね。そして、ちょっと待ってね、これ1回で行けるパターンかもしんないよ。いや、さっきやられたけど、そんなに難しくない。上まであんのかーい！いや、行ける。行けるよ。まあ、最速クリアのね、16秒台まではちょっと厳しいかもしんないんですけど、落ち着いたらね、多分いけるよ。ちょっとゆっくり行ってみようか。ゆっくり行ったら多分いける。炎を見ながらね、ゆっくり行こう。で、ここで下登って上登る。はい、オッケー。で、ここも下に行って火をね、避けるでしょ。ほら、なんかね、なんか超激、うわ、危ない。ちょっと今焦ったね。はい、うまい。で、ジャンプ。あ、どうしよう、ここ右。いや、下。うわ、危ない。今絶対やられたと思った。来た。え、これなんか1の1の途中までで終わりみたいな感じかな。はい、それじゃあ今日はですね、ここで終わりたいと思います。と言いたいところですけど、皆さん見てください、この画面。私、間違い探しをですね、ちょっと作ってみたんですよ。いや、めちゃくちゃ多分難しいと思うんですけど、右と左には3つ違うところがあるんですよね。みんなわかるかな。いや、結構マジでね、あの気合い入れて作りましたから、わからなかったらですね、多分誰かコメントしてくれてると思うんで、そちらを参考にしてみてください。それじゃあまたね。この動画が良ければグッドボタン、そしてイオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。